はゆでった。着付けはシャキッと。着付け大好き山宮ひろ子です。こんにちは。今日はこんなストライプの帯、こんな大胆な柄を生かして縦矢を作っていこうと思います。柄を生かした帯の結び方。さあ、それじゃあいっちゃうよ。タレが上、手が下で下結びしています。そしてですね、今日は手を上にしたいんですが、手をぐーっとしっかりもう一度締めていって、手の元を開いておきます。そして、4分の1に折りますよ。裏を見て半分、それを半分、半分。こんな風に4分の1にして、元近くまでね、折っておきます。そして、山の方を背中心の方に向けてセッティングしてください。で、3本に全部通していくんです。三重仮紐3本に全部通して、柄のあるところだけ三重仮紐の紐の上から出して、柄のないところ。手前にしまうんじゃなくて、向こう側に今回しまいます。向こう側にしまったら、この結び目を中に入れましょう。そしてまた締めてあげてください。こうして、手は4分の1にして肩に預けます。続けて垂れ元をしっかり引いて、開いて、締めて、真ん中に柄を生かして、真ん中にある、このストライプね、縞ですね。縞。どこが真ん中ってちょっと、ちゃんと見ておいて、そこが真ん中になるように、こうして、折っておきます。こう配置したときに、下側が後、上側を先に折り進んでおいて、なるべく元までね、きっちり3分の1にすると、やや細いかなって感じなので、少し、まあここが10センチ、11センチぐらいはあってもいいかなっていう大きさにしています。そして、肩に向かって、襟幅半分のところに上の羽を作ります。そしてそのまま下まで持ってくるつもりで、だいたい10センチから11センチの真ん中ですね。矢を作っていく幅ですよ。この幅ね。っていうつもりで折り進んでいきます。ここ、縞なので目立ちやすいので、曲がったりしないようにして折り進みましょう。そして、手前2本にフラットに留めて、セッティング。そして、下の羽までセッティングして、全長45センチから46センチぐらい。後から折り上げるような気持ち。下の羽ができたら、整ったら、折り返して、上の三重仮紐で、下もフラットに留めます。こんな風にして真ん中を作って、これが全長45から6センチぐらい。お背が高いお嬢さんだったら大きめに作り、お背の小柄なお嬢さんだったら小さめに作ってあげるのでいいと思います。これが矢の準備です。続けて枕です。枕はこの三重仮紐の下にセッティングしていきましょう。三重仮紐の後でもまた使うのでその下にセッティングして、あまり大きくない方がいいですね。前に送って、枕は帯の上で締めたら、しっかりと胴の中に落とし込んでおいてあげてください。脇もしっかり落とし込みますよ。そしてこの先もしっかりと折った、この面が表ですからね、ところがよれないように、太さを確認して、ここをまっすぐ上に折り上げて、三重仮紐を通します。枕にぴったりフィットさせるぐらいの気持ちです。上に三重仮紐でいいです。枕の上に三重仮紐をし、そしてこの時確認してください。こちら側が後からこう折り上がっている。そして、この枕に帯揚げをかけておきます。帯揚げは脇に三重仮紐などがね、出てこないように、そこも確認してかけてあげてくださいね。こんな感じですね。続けていきます。続けて太鼓部分を作っていきましょう。太鼓部分は、垂れ先を下ろし、ここで返して、三重仮紐に通し、広げています。この部分で太鼓を作っていくので、素直に下ろしてあげて、重ねるような気持ちですね。そしてこの部分に帯締めをかけていきます。で、こちらですが、こちら、手は輪を体の襟側に向けて、この元でパタッと折り上げて、やはり通します。そして重ねて、広げていきましょう。この部分少し広げてあげて、リズムをつけてあげてもいいと思います。そして帯締めを下に通し、前に回して、帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてくださいね。さあ、こんな風になりました。単純ですが、柄を生かした感じ。そして最後に、両側から羽を出してあげると、箱ひだ。簡単な、なんちゃって箱ひだができますよ。こんな風に広げてあげてみてください。簡単になんちゃって箱ひだができます。そして、こちら側は襟を突き抜けてしまいそうなので、下しか羽を出していません。ここもなんちゃって箱ひだができますよ。こんな風に。ちょっと敬遠されがちな箱ひだなんですが、箱ひだ風の箱ひだ。こんな風にできると簡単ですね。この島のモダンな帯を使って、島を上手に取り入れて帯を結んでみました。一本シュッと通っている、斜めに通っていく、こんな爽やかな感じの帯結びになりました。どう？簡単でしょ？やってみて！帯結びやった後に、こう配置ですね。配置や羽の先などなどを少し気をつけて、シャキッとさせるところ、角とかは綺麗に角を出してあげる。箱ひだらしくするんでしたら、優しく体を包む。そんなような配慮もできるといいと思います。シャキッとしてるところはシャキッとさせる。帯の特性を活かして結んでみましょう。さあ、ここで皆さんに元気注入してバイバイしていきますよ。暑い夏乗り切って成人式の練習に励んでください。振袖さんです。検定もどうですか？みんなで一緒にやっていきましょう。それではみんな元気。チューニュー。